どうもケロンタです。今回は48作品のエントリーがあったシャドーボックス大会ケロンタ杯の作品紹介抽選結果を発表する動画となります。エントリーしてない人も68個の作品を一気に見ることができる動画となりますので、少し長いですが最後まで見ていってくれると嬉しいです。では早速作品紹介の前に簡単に大会概要を紹介します。約1ヶ月の期間 Twitter でハッシュタグケロンタ杯とつけてつぶやいたシャドーボックスが対象となります。私が一番愛を感じたシャドーボックスを作った人に Amazon ギフト券1500円、そして参加人の中から抽選で1名に Amazon ギフト券1500円プレゼントする企画となります。参加だけでもチャンスがある大会ですので、興味ある方は2回目以降に参加してみてください。今回参加していただいた方、こちらの動画に大会に関するご意見をいただけると嬉しいです。例えば期間をもう少し短くしてほしいとか、長くしてほしいとか、デジモンカードも対象にしてほしいみたいな感じですね。何でもいいので書いてください。いただいた意見は次回開催時に参考にいたします。今回エントリーしていただいた作品は全て紹介いたしますが、大会エントリーのルールに合ってないものは抽選等からは外させていただきます。それでは作品紹介をいたします。じっくりと感想を言いたいんですけど、数が多くて長くなってしまうので一言ずつでいきます。と、作品紹介する前に高評価とチャンネル登録お願いします。あまねさんのピカチュウ、影の部分の斜めの筋彫りが素敵です。この技法もっと流行ってほしいです。天川さんのどんより棒アットイグニスター、シャドーボックス初挑戦、よく素材のプレゼント企画をやってるので初挑戦は意外でした。クロンさんのブラックフェザーアーマードウィング、顔の部分など細かいところもしっかり分割していていいなと思います。素晴らしいです。マグロさんの羽くり棒、筋彫りで羽などの表現がしっかりできていていいですね。四天のコクトさんの地底グランマーグ、重厚感のある出来と高さのバランスがいいなと思います。ロジェネコさんのディフォーマーリモコン、本当に初めてですかって思うぐらい切り出しが上手ですね。プラモデルを作ってるからですかね。ロジェネコさんは YouTube もやってますので、気になった方は見てみてください。シカさんのミミロップ、高さの付け方がいいですね。キックの飛び出し感が表現できてます。アマネさんのミミッキュ、背景とのバランスが素晴らしいです。また切り口が非常に綺麗になってると思います。リオタロスさんのワンパチ、イラスト部分もですけど、この側面非常に丁寧な作りだなと思います。最高です。田中トムさんのグレムリン、すんごい懐かしいカードです。遊戯王世代にぶっ刺さるシャドーボックスだと思います。アマネさんのダークライ、腕の飛び出し加減も素晴らしいですが、瓦などの筋彫りも丁寧で素敵です。あくびさんのパッチール、縁処理曲げ加工が丁寧で素晴らしいです。さすがの出来です。アケチサンダーさんのルカリオ、エフェクトがすごい綺麗です。素晴らしいと思います。天川さんのファーニマルドルフィン、太めの筋彫り、そして浮き輪との境目の表現が非常にいいですね。トウさんのルカリオ V スター、飛び出し感がすごいです。好きです。トウさんは作品紹介でも紹介させていただきましたので、よければそっちの動画とチャンネル登録もお願いします。ストーンさんのヒバニー、雪玉の質感が非常にいいです。ナイスな表現。田中トムさんのタイレーツ、奥行き感ゾロゾロって感じが非常にいいですね。テンピーさんの失われし剣術の復元、背景の質感がすごくいいですね。すごい水感が出てます。あと少し話が逸れますが、これカード名のルビー5色ですかね。タカさんのエレズン、電気のエフェクトがいいですね。コメントの通り躍動感を非常に感じます。シュガーさんのゴマ像、草の表現が丁寧でいいですね。情報量が多くて見栄えのする素晴らしいシャドーボックスです。アマネさんのロトム、背景の細かさ、筋彫りの細かさが非常にいいですね。ペン立てまで細かく作り込んでます。プニさんのキルリア、可愛くできてます。プニさんの YouTube チャンネルもありますので登録よろしくお願いします。赤トンボさんの魔妖千獣、一つ目の村地です。竜のシャドーボックスってすごいいいなと思います。純粋にかっこいいなと思いました。フェルグロッカさんの欲張り数ですね。木の実の細かい部分がいいですね。口
口などもしっかり切り抜いていて好きっていうのが伝わってきます。天秤さんの紙剣、背景のビル、迫力があっていいですね。奥行きがスピードを表現していて最高です。シャマンさんのビーダルです。出しゃばってるドーブルとの対比で奥行き感が非常に出てていいと思います。マモニルさんの限界姫ですかね、猫マターっていうカードですね。すごい飛び出し方ですよね。それだけじゃなくて周りの猫もしっかり細かく作られてるのがいいですね。素晴らしいです。元ツイートの方で皆さんもじっくり見てほしいです。レータさんのはぐれモケモケです。初挑戦ということでしたが切り口がとても綺麗です。口を切り抜いてて気合を感じました。いつこさんで合ってますかね、ラビリンスデーモンです。装飾、切り口、縁処理、曲げと全てハイレベルで仕上げてますね。素晴らしいです。めちゃくちゃ上手だなと思いました。親子丼さんのゴーストです。コメントにもありましたがモンスターボールが口の中に見えているのがおしゃれだなと思いました。ゆうさんの雪目の子です。エフェクトの作り込みがいいですね。勢いが出てます。ひろとさんのウィッチクラフトシュミッタです。作り込みがいいですね。気合が入ってるのを非常に感じます。ひろとさんの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。笹さんのレジエレキです。ビリビリ感がたまりませんね。回想式でこれは本当にたまんないですね。興奮します。岡谷さんの深丸です。題材がそもそも面白くていいですね。曲線の切り出しも綺麗で素敵です。ゆきさんの闇カラスです。背景と高さの付け方が非常にいいですね。今にも飛び出しそうな感じがします。マグロさんの極性点バルキリアです。可愛いです。そしてスカートのあたりにやる気、頑張りを感じました。素晴らしいです。ハイヨポケモンさんのストライクです。私ストライク大好きなんですよね。まともによくできててグッドです。 K さんのパンクジャムドラゴンドライブですね。凄まじいパーツ数だと思います。これは想像しただけでクラクラしちゃいます。さすがです。奈良の鹿さんのズガイドスです。縁処理が上手だなと思いました。あと個人的に謎の化石のマークの作り込み好きですね。鹿さんの日の矢駒です。葉っぱや枝の作り込みがいいですね。実際の風景みたいです。マグロさんの重装機構パンツァードラゴンです。前後感の難しいイラストだと思いますが上手にまとまっていていいですね。メカ感も最高だと思います。ハンヨポケモンさんの闇カラスです。翼の根元もしっかりつなげたまま角度をつけて立体にしてますね。グッドです。リュウタさんのソルロックです。目を引くイラストの良さをしっかり出していて印象的ですが実は枠もすごいまっすぐです。まっすぐな枠はなんか興奮しますよね。テンピーさんのワシボンです。顔の丸み立体感がいいですね。手前の草もかなり雰囲気出てます。デジタマさんのピカチュウです。全部切り出すぞやるぞっていうやる気が伝わってます。そしてピカチュウへの愛もバンバン伝わってきてます。ナイスです。ヌンさんのウィンディですね。また腕を上げましたね。ヌンさんはこちらの動画で紹介してますのでそちらもよければ見てください。ヨシさんのウォーターリバイアさんアットイグニスターです。この前後感が分かりにくいしつるっとしてるデザイン、ナイスです。ちなみに私はこのカードよく分かんなかったんで放置してます。シンクベータさんのパラスです。落ち葉の筋彫りまで丁寧に作り込んでいてナイスです。ルータさんのバルキリーナイトです。違和感のない立体感が癖になりますね。グッドです。トウさんのゴンベです。相変わらずえぐい質感。トウさんの紹介もこちらの動画でしてますのでぜひ視聴とチャンネル登録お願いします。ハンヨポケモンさんのドリューズです。ドリューズ好きなんですよね。層の分け方が非常にいいと思いました。フェルグロッカさんのスパークさんです。夜空の点々の表現や背景の作り込みが非常にいいですね。瀬野さんの無法アリス1です。非常に可愛い。筋彫りが丁寧でいいですね。
この感じ私好きです。大家の切り絵さんのプリパラ3作、イラストがつながるタイプのシャドーボックスはやっぱりすごいですよね。装飾一つ一つ作り込んでますし、全力を感じました。素晴らしいです。大家の切り絵さんは YouTube チャンネルもやってますので、ぜひ調べてチャンネル登録しましょう。空箱さんのダークライです。高さのつき方、枠からの飛び出し方がいいですね。素晴らしい。ヨシさんのヘビーメタルフォーゼアマルガムです。違和感のない立体感、炎難しいんですけどかっこよくできていてすごいです。オメガさんの生拳です。このつるっと感、丸みすごいいいですね。加工が上手。汎用ポケモンさんのペラッペです。羽の部分の作り込みがすごい好きですね。夢アットわらびもちさんの翡翠のアクティ、美しい細かいイラストですが作り込んでますね。素晴らしいです。汎用ポケモンさんのドーブルです。汎用ポケモンさん、たくさんの投稿ありがとうございます。この期間での上達すごいなと思いました。カビスラさんのナタネの活気です。縁処理曲げ加工、美しくまとまってます。クラフトパンダさんのハッサム EX です。ハッサム、ハッサムです。私の大好きなハッサム、素晴らしい、大好きです。クラフトパンダさんの紹介動画はこちらです。チャンネル登録もしましょう。マリユさんのブラックローズドラゴンです。すごい、すごいです。ただ今回の大会レギュレーションに合わないのが残念です。次回の大会も力作応募待ってます。ザクロさんのミロカロスです。つるっと感がいいですね。加工が丁寧です。最高です。非常に綺麗です。ハイオポケモンさんの一文字です。風景と一文字の雰囲気がマッチしてて最高です。シャドーボックスにすることによって影が入ってまたいい雰囲気出してます。ジルコンさんのニョロトノです。質感や水面に映る月の表現がすごい素敵、すっごい好きです。夏らぎさんの飛翔する閃光です。迫力のあるシャドーボックス、非常にいいです。ナイスです。せっぱつむらさんのピュアリーです。滑り込み参加、可愛いしまとまりがいいです。ということで今回エントリーの作品68作全部紹介しました。みんな素晴らしいですね。皆さんもハッシュタグケロンタハイで調べてこの作品全部にいいねをしましょう。ということで早速今回の1位を発表していきましょう。いちほさんのラビリンスデーモンです。この質感、そして装飾の細かさ、加工の丁寧さからこのカードへの愛、そしてシャドーボックスへの愛を強く感じました。ということでこの動画を投稿した翌日に DM させていただきます。そして参加賞の抽選です。おめでとうございます。ということでこちらも DM させていただきます。長い動画でしたが最後までありがとうございました。大会への要望コメントもお願いします。数日後に第2回の告知をさせていただこうと思います。次の大会もお楽しみに。